皆さんこんにちは森崎アリスですはい、今日の動画まず一つ目はですね3日間に分けてこの動画を作りたいと思うんですけれどもダイエットの動画にしたいと思いますで、えっと1個目今私生理中なので 生理中にできるダイエット方法をみんなにあの教えられたらなと思います。なんで食べてないのにこんなに体重が増えるのって思ったりとか、異常に食欲がある子だったり、私、生理中は全然食欲ない人で、なんだろう、今日も野菜がすごく食べたくて野菜買ってきたりとか。女性のホルモンっていろいろ種類があるんですけど、簡単に分けてしまうと、あのまあ、今、生理になってる子だったりとか、 あの生理中っていう期間は月経期って言われていてエストロゲンっていう,あのまあなんだろうホルモンが減少してている今時期に入ってますでエストロゲンが減少すると簡単に言ってしまうとむくんでしまったり体がまあ言うこと聞かないというかまだるさを覚えたりとかねまあホルモンの調子がこう乱れてしまう時期であって。 なのでむくんじゃったりとかちょっと体調が悪かったりだるさが出たりとかであのーまあ、それを本当に、まあ、イライラしてしまったりとかって、まあ、よく男の子はね、まあ、本当にわからないと思うんだけどなんで女子イライラしてるのっていう時とかも、まあ、とそういうホルモンバランスの崩れだったりとか乱れだったりとかが原因だったりとかするんですけれども。生理が終わっってから1週間からら週間ちょっと 2週間までの間っていうのが卵胞期っていう期間に差し掛かるんですけどその卵胞期っていう期間に入るとエストロゲンが一気に上昇するのであの痩せやすい体になると言われてます。なのでその生理後って痩せやすいんだよっていうのはそのエストロゲンが減少していたものが一気に上がることでこう斜めの、まあ、グラフでゴーンって下がってたものが一気に急上昇するので、まあ、痩せやすい体にあのむくんでたのがギューンってこう何て言うんだろうな な言えばいいのかな難しいんだけどあのとりあえず痩せやすい体になるのがそのホルモンのバランスを整えようとしてくれる時期でもあるのでそこで痩せやすい体にあの持っていくっていう形なんですけどで今生理中じゃあ何をすればいいのっていうとこなんだよね一番は。生理中はは、まあ、本当に食べる時は食べべるても全然構わないいと思いますっていうのはあの血がすごく多かったりとか。 だったらレバーを取らなきゃいけないしあの本当にあの亜鉛とかね鉄を取らなきゃいけないから本当にそれは食べてください食べないと本当に倒れちゃったりするので無理ななダイエットは本当にしいいでください野菜とか鉄分を多く含んでいる食材とか、えっとまあ、例えばひじきだったりとかレバーだったりとかあのそういう食事をその生理中にすることで卵胞期に差し掛かった時にすごく痩せやすい体に。 あのこう体代謝が良くなって体が痩せようとしてくれる働きを、まあ、その子によってなんですけど私の場合は結構そうだったのであの私の体験からちょっと言ってるだけなんですけど。で、えっとまあ、痩せるタイミングとしてはあの生理中は1日2日目ってすごくみんなあの すごいあの量が多かったり、まあ、吐き気,気だったりお腹痛いとかだったりとか本当人それぞれだと思うんですけど一番痩せやすい日数的には3日目とか4日目からあのちょっとずつヨガだったりリラクシングヨガだったりとかあの、まあ、少しウォーキングしてみるだったりとか有酸素運動を取り入れてちょっとリラックスしながらダイエットにあのダイエットする方向の体に。 持っていくのが一番だと思います。とりあえずこう見慣れた食生活だったり、あのしないように心がけてみてください。どうしても生理中ってああもうお腹痛いあやもうやる気ないダラダラってしちゃいがちなんですけど、そういう時にでも生理中でもとりあえずなんかこう歩くなり、なんかこう家事するなりとか、もう本当家の中でもいいのでぐるぐるちょっと歩き回ったりとかして、本当はこう動かした方がいいと思う。あのなんていうんだろう。 あの今多分私のチャンネル見てる子って中高生の女の子とか多くてあの今本当生理成り立ての子とかもいると思うんですけど対処法が本当わからないとかいう子も結構いたりすると思うんですけどあの生理でお腹痛いからとか量多いからあんま動きたくないっていう子と,とかもいると思うんだけどダイエットもプラスあの痛みとかもですねちょっと歩くとあの落ち着いたりとか。 するのはい、ということであ,のあんまりねちょっとうまく言えなかったかなと思うんだけどちょっとあの生理中のダイエットについての質問が来ていたので答えさせていただきました2個目3個目の動画もあの2日目3日目とちゃんと続けて出そうと思っているので皆さんよかったら見てみてくださいチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれでは「モリ r リでしたバイバーイ チェックしてみてくださいということで、次の動画も楽しみにチャオチャンネル登録してねチャンネル登録してね